JRP Telvi sendet heute mit einem Bericht über Kakutoki Dendo. Ich bin Ihre Moderatorin Misa und der heutige Beitrag wird Ihnen präsentiert von unserem Gast, dem Präsident der Firma Nissin Kaika, Sasaki Keiji und Chorin Daikaku Sosai. JRP Telvi starts today's transmission about Kakutoki Dendo. I'll be your host, Misa, and today's topic will be presented by our guest, the president of the firma Nissin Kaika, Sasaki Keiji, and Chorin Daikaku Sosai. Please.今の、格闘技界でですね、まあ、あのキックボクシングというものがかなりのリーグというか団体が存在するわけだけど、そのキックボクシングの本家は言うまでもなくタイの伝統のムエタイというルールに基づいて行われているわけで、そのムエタイの中でも2つ A と B があると、はい、それ A と B についてちょっと説明いただけますか。まあ、私の聞いてるところではあのラジャナムとラジャナム、はい、ルンピニーとルンピニー、はい、いう2つ の, あの団体があると聞いてるんですけども、はいはい、一応あの、ラジャは王室系と聞いてるんです。あのラジャム、はい、ラジャム、はい、うん、であのルンピニーは軍と、うん、はい、いうことを聞いてるんですけども、はい、私も勝手ですね、あの黒崎賢治という極真の人間を、まあ、いろいろあの交流があって、そして、私がタイのバンコクに事務所を持ってた時代があって、よく黒崎賢治と、まあ、あのタイで会ってたわけだけど、はい、その時に藤原俊夫という目白ジムにキックの選手がおって、はい、でそのキックボク、ムエタイのキックボクシングで試合するっちゅうのでね、はい、頻繁によくそのスタジアム行って見たんだけど、はい、その藤原が一回タイトルをタイのチャンピオンでやって取った時代があったと思うんだけど、そうですね、はい、それはどっちの方ですか。あ、ラジャの方ですね。あ、ラジャの方の、はい、王室系と。そうですね。ああ。で、ルンピニのチャンピオンとタイトルマッチをやって取った人はおらないんですか。そうです。今もう日本には誰も今いないんですね。ああ、もう、はい、昔も今も。そうですね。で、今世界的に見てもフランスの人が一人かいたかなというのはちょっと定かではないんですけど、うん、まあ、世界的にもあまりあの格闘技のメッカ の, あのオランダたちでも、うん、取れてないような。あ、そうですか、はい、感じですね。 そのいわゆるルンピニの、はい、チャンピオンと、はい、日清会館の所属する、はい、一等という選手が、はい、タイトルマッチを今まで何回かやりましたね。2度ほどやってますね、はい。で、その結果はどうなってますか。まだ勝てなくて、はい、うん、もうまた今年もやるんですけども、うん、はい、相当そうするとハードルが高いということですか。そうですね、高いですね、はい、うん、そうすると今度やられるというのは3度目の挑戦ということですか。そうです。なるほど、はい、そのルンピニのチャンピオンを倒せば取れるということですね。はい、そうです、うん、まあ、私も一回はそのタイトルマッチを姫路まで行って見させてもらったことがあってです。はい、ありがとうございます。一等と、ルンピニのチャンピオンとの戦いを見て、はい、ポイントではまあ、僅差といえば僅差かもわからんが、はい、まあ、場合によっては2ポイント、はい、ね、1等の方がわしは勝ってたと見たんだけども、はい、
判定においては負けた、その理由は何でしょうか。やはりあのムエタイとキックボクシングの違いで、やはりあのムエタイにはムエタイのルールがありまして、やはり蹴りをあの重点的に見るので、はい、そうか、蹴りのポイントが入らなきゃいけない。そうですね、はい、パンチのポイントがよくあったとしても、はい、そうですね、数えが少ないわけです。そうです、ポイントにしてもらえないと。そうですね、パンチの場合は効かさなくちゃダメだということなんですよね、結果。あ、それは日本のキックボクシングの、はい、採点方法とは若干そこに差がある。差がありますね、はい。ああ、そうか。そうするとインチキ判定じゃないということですね。そうですね、はい、ルールが違うというか。はい、そうですね。あ、蹴りにポイントが集中する。そうです。それに対応するためには今日蹴りを中心とする攻撃をトレーニングしたからいかんということですね。もちろんそうですね、はい。3度目の挑戦についてはいかがなもんでしょうか。だからもうね、同じことを私はムエタイと同じことをやってては勝てることがないと思うんですね、うんうん。彼たちはやはり子供の頃からもう何百戦とかいうような、うん、実績を積んできてるんでね。だから全く違う方法で、うん、私のやり方で、うん、もちろんグローブ空手というその私が作った、うん、そのグローブ空手のやり方というのはもう、そうですね、パンチの方がやっぱり6、7で、うん、蹴りが、まあ、3、4っていうところなんですね。だからパンチに対しての技術を主にやってますね。だから、はい、今今度の3度目の挑戦もパンチに力を入れて、はい、入れてパンチで相手を倒すということですね。そうですね、はい、あ、そこが狙いですね。倒せばパンチであろうが蹴りであろうが、そうなんです、一緒だから、はい、あ、パンチで倒すと、はい、それ以外に勝てる方法がないということですと思うんですけども、私の考えなんですけど、ね、あ、パンチ何本入ってもポイントしてくれない。そうですね、なるほどね、はい、効かさなかったら、あ、はい、倒せばもうこれで決定的になるんだ、はい、うん。まあ、今のところは皆さんタイの方へ行って修行してね、みんな来てるんですけど、うん、まあ、私は思うのはもうタイの同じそのムエタイのやり方を取ったんじゃ勝てることはないんじゃないかなと思うんです、うん。まあ、私なりの考え方なんですけどね、はい。肘はあるんですか。あります。肘は有効になるわけですか。そうですね、うん、肘の場合はもうカットすると、うん、切ってしまうと勝ちますからね。うん、だから肘は向こうも使ってくるし、はい、こっちも使ってくると、はい、肘の練習もやってますか。はい、そうですね、それに対するディフェンスと、うん、はい。いつですか今度はタイトルマッチは。7月の19日、はい、明石の方で兵庫県 の、はい、のタイトルマッチを決まっております。まあ、ぜひトレーニングを積まれて、はい、勝利を我々も期待しておりますから。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。これで終わります。ありがとうございました。 Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. For that we are finished. Thanks for watching.日本はユーロシアの一員であると。